岡部義彦は、日本の経済学者、ウクライナ研究者、イギリス経済史や、博士、博士、神戸学院大学経済学部教授、同大学国際交流センター所長、ウクライナ研究会会長。兼任遺産目録やマシュー・ボールトンについてなど、イギリス経済史に関する論文、著書が多数あるが、ウクライナの政治情勢にも詳しく、 同国のウォロディミル・ゼレンスキー大統領、ペトロ・ポロシェンコ大統領、アンドリー・パルビー・ウクライナ最高会議議長、パブロ・クリムキン外務大臣など政府要人、フィラレートなど宗教指導者との会談やウクライナ最高会議で講演することもあるため、ウクライナ研究者として紹介されることが多い。2018年には、ウクライナ研究会第三大会長に選出された。 2021年9月、ウクライナ人と日本人の人的交流史研究に対しては日本で初めてとなる博士の学位を中部大学より授与された。同博士論文は日本語に加え、ウクライナ語でもリビュー工科大学出版より書籍として刊行されている。2019年、ウクライナ国民への貢献に対して、パルビー最高会議議長からウクライナ、 最高会議賞を授与された。2021年には、イバーノ・フランキー・ウシク州評議会の推薦を経て、ウクライナ文化と歴史の世界への普及に対する貢献に対して、デニス・シュミハリ首相から、ウクライナ内閣名誉賞を授与されている。2021年2月には、日本人初のウクライナ国立農業科学アカデミー、外国人会員に選出された。また、発明王、 トーマスエジソン唯一の日本人助手であった岡部義雄の孫としても知られる。岡部義雄ありがとうございます。